こんにちは、ゆうがです。今回はこちらのモイラちゃんに餌やりをしていきたいと思います。こんな感じで手を出すと、もうこの子はねめちゃめちゃベタ慣れなので、はい、こんな感じでね乗っかってきてくれます。でちょっと待ってあげると、はい、こんな感じでしっかり捕まってくれるので、はい、 OK ですね。これで持ち上げるようにしてます。掴んで持ち上げはしないです。はい、こんな感じで、持ち上げて持ってきた時も全然、バタつくことなく、落ち着いてくれます。でこんな感じでちょっとずつこっちに登ってきてくれます。可愛いですね。はい、じゃあ早速ね、今日はマウスを与えていきたいと思います。最初はなかなか気づかないんですよね、なぜか。はい、食いつきましたね。今一瞬外してから食いつきましたね。まあ、この子は結構育っているので、長さで見たらファジでもいいのかなと、いつも思うんですけど、あんまりこの子ね大きい餌あげちゃうとね吐き戻ししちゃうんですよね。なんでいつもピンマの L とピンマの M を与えてるんですけど、まあ餌代が安く済むんでねいいかなっていう感じではあるんですけど、はい、まあ問題なくねどんどん成長してるので、痩せることもね全然ないんで、ちょうどいいのかなと思ってるんですけどね。あ、今なんか落としそうになりましたね。あなんか話しちゃいましたね。なんかこの子一回話すんですよね、毎回話してからなんかもう一回食いつくみたいな、ちょっと謎なんですよはい、食いつきましたね。いやもうこの子はねめちゃくちゃ餌食いがいいので、こういう風にね話したとしても全く心配はいらないですね。うん、この子もですねミロスユーダと一緒でですね、引きずり回したりね叩いたりして、最初ねマウスを食べてたんですけど、最近はもう全然そんなことないですね。おとなしくこのまま飲み込んでくれますね。まあ、多分慣れたんでしょうね。もともとそのねマウスを引きずり回したり叩きつけたりするっていうのは、まあ、ヘビがね弱らせるためにやってるみたいなので、もうねこのマウスはね動かないっていうのをね、学習したんですよね。この状態可愛いですよね。このパンパンまん丸な感じが、いやいつ見てもね可愛いなと思いますね。はい、ということで無事全部食べ終わりました。だいたいねこの食べ終わった後いつもなんかわざと噛んでくるのか何なのか知らないんですけど、絶対一噛みしてくるんですけど、今回はどうでしょう。やっぱり来ましたねはい、話しましたね。なんでしょうねこのソフトな噛みつき方は。もうなんかわざとやってるようにしかちょっと僕には見えないんですけどね。はい、ちょっとめちゃめちゃ可愛いですね。まあでも毒蛇なんで、一応皆さんはね、真似しないようにというか気をつけてね餌やりするようにした方がいいと思います。はい、まあ、でもなんか知んないんですけど、一回噛んだらもうなぜか覚えるのかなんかわかんないんですけど、もうほら噛みついてこないんですよね、匂いがするとこでも。はい、ということでまたこの子の動画上げていきますので、また噛みそう、噛まないですね。はい